人間っちゅうが出てくるまであんま時間がねえ。ごはん、これから組手を中心に実践的な修行すっぞ。はい、父さん。その調子だ。わあ、スーパーサイヤ人はなしにしてやっかんな。あ、どんどん行くぞ。はい。言っておくが、俺は女だからといって手加減はせんぞ。と言っても人造人間だ、女じゃないか。カラクリ人形じゃダメージがあるかどうかも分かりゃしない。なんだ、大したことないんだね。
だと？私たち逃げる者には興味ないからね。冗談じゃない。これから一気に貴様らを助けようと。なんで逃げる必要がある。1対1の試合を邪魔する者はいないと思うが、もしいた場合はこの俺も参加させてもらう。言っておくがな、俺は地球人やナメック星人、カカロットと手を組んで戦うぐらいなら、一人だけで戦って死んだ方がマシなんだ。驚いたよ、宇宙人とはいえ長身の人間がここまでやるとはね。ビッグバッハ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 ッ。こっちだ。手を立たせてもらうよ。立たせてもらうよ。手を立たせてもらうよ。手を立たせてもらうよ。手を立たせてもらうよ。トランクス、あのバカ、クソ。クソカレー、かかってこいよ。
驚いた。ドクターゲロの言っていた情報とは大違いの強さじゃないか。スプレッシードオープン。パワーリアトン。どいつもまだ生きている。もしもっと腕を上げることができたなら、また相手になってやると言っておいてくれ。じゃあな。何を見ているんだ16号。お前たちが騒いだから小鳥たちが逃げてしまった。